さあ、これが和包丁、日本独特の包丁ですね。で、日本の包丁は用途によって種類が違うんですね。で、またヨーロッパの包丁はこう2つカットしてありますが、日本の包丁は、サイドカットでこっちだけフラットなんです。だから余計鋭いんですね。で、魚を買ってきた時に一番初めに使うのはこの出刃包丁、骨を切る包丁なんで、とても大きくて重たいんですね。これで魚の頭の包丁も切ります。で、次に刺身にした時に刺身を1枚ずつカットするのがこの包丁。これは柳包丁って言って、こういうふうに柳が揺れるように使いますね。このカウンターで見ていただけます。この席座っていただくと、私が包丁をついているのも見ていただけると思います。で、これが菜切り包丁。これは野菜専用の包丁なんですね。大根のかつらむき、細工っていうのはこの包丁で使います。ここがフラットなんですね。で、もっと小さなイワシとかアジとかいうのはこういう小さな出刃包丁を使いますね。これでもすごくこの手の中に入って使いやすいんですね。で、この一番大きな包丁は、これはハモの骨切り包丁。実は京都の職人しか持ってない。ハモって言えば京都の夏のお魚で、それにはすごく細かい骨が入ってて、その骨を細かく細かく切っていく用の包丁なんですね。まあ、僕の動画にもハモ切り の動画が載ってますので、ぜひチェックしてみてください。これはもう京都独特の包丁ですね。うちの懐石料理っていうのは7品食べていただくことになりますね。で、1時間半ほどかけて順番に1品ずつ出してまいります。私は毎朝京都のセントラルマーケット中央市場に行って、その日の食材を買ってき、で、その日のものでお料理をして出します。で、これは二十四節気っていう24の季節に分けた京都独特の、またそこの季節にある食材でお料理をするんで、うちに来ていただいて同じものを2回食べていただけることはないと思いますね。その日の市場の様子でお料理して、で、その日その旬の季節の食材で食べていただく。もう毎回メニューが違いますんで、いずれも来てください。For more videos about Japan, please like and subscribe. When you are ready to organize your trip to Japan, please contact us at rediscovertours.com.